パワーがあり余っておりますね。パワーパワーということで、今回は流行語大賞になったやっぱーの中山きんに君がイベントでやってるアメキャッチを実際にやっていきたいと思います。アメキャッチ、ナナと心はもう動画で見たからな、けど耳には知らんから、まず耳に1回目お手本としてやってもらおう。あ、じゃあ心がじゃあきんに君役を、胸が取る役で、やもうルールはね、はい、みんな分かってますね。砂場何って聞いたった、何って聞いたった、砂場に泡を隠すからそれを探すっていうゲームをするよ、筋肉って。筋肉とも砂の話をしてる。まあやりましょう。紙コップを渡します。ルールは簡単です。あの心が歌ってイストリゲームみたいにやめるタイミング。俺歌うならさ、違う人がこれやってる。え、歌いながらちょっとやるのはちょっと恥ずかしい。やーって言ってあの動きをしてください、はい、で、耳根は心がやーって言って飴を落とすんで、それを空中にある間にキャッチしてください。何個取れるかみたいな。そう、何個取れるかでこのゲーム、勝者が決まります。うん、1個取れたらすごいよ。全然意味わからない、はい、耳根は知らないから何人。ちょっとあの怖いからソファーの上でおるわ、はい、でも箱の下にコップをずっとこうやっとかな、心がいつこぼすかわからんから。歌うんかい。いいよいいよいいよ。さあ、こぼれたがキャッチできず。キャーキャーキャー。何個ですか。はい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 。結果発表。あれあれ、一個もない。あれあれ、何今の投げ方。あれ、こうじゃないの。完コピやないかい。あれ何あれ、一個もないけど。あれあれ、なんかめっちゃムカつくねんけど。なんやねんこれ、なんやねんこれ。あれ、もう一回、じゃあチャレンジする。もう一回する。全員で全員で全員で、はい、かいかい。100個あんねんで、耳ね。一個でも取れな。ミュージックスタート。今度歌うのかい。ここにばらまかれてますね。あれ、一個も取れてない。筋肉ってさ、性格悪い。筋肉ってさ、性格悪い。性格悪い。え、でも今さっき入ったと思ったんやけどな。いけたと思ってた。結構コップ真下にやったからな。結構緩めにしてんけどな。どこが緩めや。じゃあ今度ナナが筋肉にして、あ、一個落ちる、一個落ちる。ミュージックスタート。じゃんじゃん。あ、ナナ投げました。パパの確認して。あれ？ゲーだね。おい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 。あれ？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 一個もない。あれ？あれ？一個もないけど。あれ？あれあれ？あれでそれが勝ったのかな？あれ？あれ？ちょっとパパにもう一回挑戦したいか聞いてみて。もう一回挑戦した。当たり前やろ、くそ。何なの。雨拾ってください、雨拾ってください。ミュージックスタート。ええミュージックスタート。じゃん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 じゃ
ね、全部投げたね、全部投げましたね。結果発表、はい、いくで、いくで、やったで、はい、おっ、すげえ、何個取れた、すげえ、これはな、七山金次君に優しさがあった。あー箱を片手で持てる。あー、そういうことね、まあ、ちょっと大きいもん、ね、さあ、女の戦い始まりました。イエーイ、ミミネの箱は投げた？全部。あれ？結果発表。あれ？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 コップ枯れ落としたな。あれ？あれ？ミミネ100個もあんねんだけど。あれ？あれ1個も取れんかったん？あれ？取れなかったの？あれ？取れなかったの？あれ？口から出してって言ったやん。口から出して。何を無茶なこと言ったお前は。あれ？はい、雨拾ってください、雨拾ってください。めちゃ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 綺麗やった、めちゃめちゃ綺麗に意地悪してた。さあ来ました。じゃあ7ミュージックスタート、いってください。もっと下の方がいいんじゃん。やーやーやー、あー右ね、全部投げた、ちゃんと全部投げた。あ、投げたな。ここら、紙コップ持ってきて、おー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 、今見えたぞ。このな、半径大事。この半径大事やな。ここら、ちょっと紙コップ見せてもらっていいですか。あれ、ここら君取れなかったの。耳に100個も投げたよ、みちゃん。取れないの、1個も取れないの。キャッチした側の人さ、絶対取れないやん。これ煽られたら悔しい。あ、そう。こころ、あの、もし漬けさんが1個も取れんかったら、葉っぱも高い、体格もいい、漬けさんが負けるはずないと思うけど、もし1個も取れんかったら煽って言って。
ど、じゃあ紙コップ確認してください。あれってことは いや野球できるとかキャッチャーとかね、何言っとんやろな。キャッチャーじゃないの、ゆたり。もう一回しようか。ガチ悔しいやん。ガチガチのガチやん。静かに。もうないけーかーきょー、ちょっと来てもらっていいですか、ここに。さあ、何個取れたかな。あれに一個も入ってない。あれに取れなかったの。取れませんでした。おー、取れなかったんだ。あとで怒られないかなって顔しようから。やべ、もう投げる気満々なやつがいるんやけど。ミュージックスタート。さあ、兄弟対決、踊ってる方違うな。7、完璧。で、心も心で完璧。あれ、ココロもしかして、全部投げた。まさか、まさか妹相手に1個ぐらい取れた。紙コップ見してもらっていいですか、じゃあ。意外に行けないから。調子こいて前向いてたら、ナナがニヤニヤして投げた、全部。あれ、こいつ前向いてるな、ジャッとやった。やる気ないね、お兄ちゃんね。シュウが一切でもいいって言うんやもんな。これさ、今のところリュウちゃんだけが取れたやん。リュウちゃんが投げてで、ここ7、2人でキャッチャーちょっとやってみない？はい、2人来い。ココロとナナがキャッチ、2人でキャッチな。で、パパが投げる人。いいぞ。何個あるお前ら。両手。お前。さあ。パワーして。みんなでせーの。パワーお前さ、ミュージックスタート。ミュージックスタート。パワー。早い。びっくりした。早いよ。いやー、今のはびっくりしたな。スタート命かけとって、スタートだし完璧決まって、2人とも全く動いたかったもん。じゃあ今度こそしっかりパパ対ココナナ。あれ、ちょっと拾えそうな雰囲気あったけど、落ちたの拾ったの。優しかったのにな。ちょっと、もう一回したのか。ほら、入れてみ。ミニネタいい、3人だろ。さすがに撮れる。誰がカメラ撮んねん。せめてあの肘より上ぐらいからいってほしいな。せめてな。さすがに取れるやろ。スタート。肘より上やけど。取れた？誰か取れた？取れた？耳には全部投げたな。みんな大事なこと忘れてる。絶対取れない飴のゲームで、悔しがるっていうゲームやから、本質は。
みんなガチで取りたがりすぎやって。心と&ミミネー対ナナ。じゃあナナのタイミングでミュージックスタート。あー、ここもスネートル大人。これ外から見たらめっちゃ面白いんやけど、めっちゃおもろいで、やったらめっちゃ色々する。まあ実際ね、本当に飴もこの100個も用意しなくても1袋200円ぐらいで買って紙コップと器ありはできるから、みんなでやるにはちょっと面白いバラエティーゲームよね。さあ、面白かったですか？はい、はまあ、この動画、まあ、この動画煽りがみんなうまいと思ったらベッドボタン押ようか。よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ。早かったな、しめ。これ攻略法見つけた。攻略法なないわ。よく気づいた、よく気づいた。ないのないから、中山筋肉のずっと買ってた。そうやな、究極のイライラゲームだ。やる方は気持ちいいや。一応食べ物で遊んだらあかんっていうの。そうそうそう、投げていいもんな。でも煽ることがオッケーとされてる。それパパとかにリベンジしとったもんな。ちょっと怖い怖いやったけどな。うん、なめっちゃ汗かいた。はい、オッケー、終了。はい、終了。いいよ、食べていいよ。今しめよ、今しめよ。今。さあ、みんな煽り、うまかったかな。まあ、この動画が面白ければ、煽る動画で。どうだ、高評価。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。夢を見よう、明日のことは忘れてさ、近い未来越えてゆこう。二人の影が沈む沈むオレンジに、なぜか泣きそうになるけど、混ざる混ざる黄昏が